こんにちは、ゆきよのガングレビューです。この動画は昨日投稿した G フレーム FA のペルフェクティビリティ、こちらの動画の修正動画となります。訂正動画ですね。間違った情報を喋っておりました。右腕のこちらのアームドアーマー BS だったっけ、はい、こちらね、動画の中ではバンシーの部品と変わりなしって言ってたんですけど、全く違います。はい、心臓部品となっております。第一ね、このように展開して動く機構にはなってないんですよね、バンシーのは。はい、これ一体型でこの形のまま動きません。うん、おかしいな。いや、言い訳じゃないんですけど、多分プラモかなんかのバンシーとね、記憶の中で混在してたんだよな。うん、はい、というわけでね、こちら展開できるように心臓になっております。 G フレームのバンシーは動きません。うん、というわけでね、これ大間違いでしたね。いや、フェネックスの方は前日に触って記憶が新しかったんですけど、バンシーはね、もうそれこそ3年も前の話になるんでね、頭から抜けておりました。というわけでね、この動画をもって訂正させていただきます。ご迷惑をおかけいたしました。 G フレーム時代は大好きコンテンツなんでね、これからも動画上げていくのでよろしくお願いいたします。以上です。